ちゃったよ、通る。まあ、下見じゃねえな、このクラスは。電話ボックス。うん、まあ周りが暗いから入りたくないけど普通の電話ボックスだな。最近電話ボックス見なくなったっすよね。あ、会話できる状態じゃないな。あ、いや、一応行こう。あの、携帯持ってきた？携帯はある。ポケモンおるで。ゴーストタイプしかいなそうなんだよな。今現在地がだいぶ下だな。展望台がそこってことはボチエリア見て回りますか。だいぶあるけど。ちょっと展望台行こうよ。ちょポケモン GO も今来てるの。だいぶ遠回りになるけどこっちから行くとよろしいか。何が今ここでこの道右に行くとこっち行くことになるけどぐいっと。ああ、そうか。だからあのこの間行ってたあの神社のあっちから行った方が多分近いぞ。そう。怖くねここ。天狗神社だな。怖くねここ。なんか俺一番怖いとこ来てるんだけど。いや一番怖いとこだよ、リスクだけで言ったら。ほら。あ。ねえ見せて見せて何ホラーって。そうやろ。うん、ほらどれ。暗すぎて撮れたくか全滅なんですよ映像面。失礼します。いや静かになっちゃうよね。なんかペッ虫が。せやん。そうだ。展望台はないよ。あれまだ上だぞ。登ってみるか。どんな感じです？ここ下見の手で来ておりますが。下見じゃねえぞこれ。あなたがわざわざ足止めて何かしら気になってるのかな。展望台これか。多分な。見えるかな。あれ？見えませんな。これだ。
すごいとこじゃん。散らかってるけど。うわ。日本人らしいなおい。でもこっちは道が続いてるんだな。ああ、そこそこ、そこそこの夜景が見れる。ダメだ。そこそこ。一眼レフちゃん持ってくるべきだったか。これまだ上にあるの？多分展望台ここですけどね。休憩所じゃないの？もうちょい上行ってみます？やだ。ああ、展望台チック。チックだが、どうだろう、ボスはいない感じでよろしい。もう俺あっち入らねえ、遠回りする。うん、一人で山の中俺歩かされる。うん、あの俺がその返事を忘れるぐらいにあれやで、今のセリフはインパクトあったで。寒い？さっき寒かったけど今全然。俺ずっと俺の中だけが寒い。あのもう慣れました。いやその寒さじゃねえだからなんか落ち着かん感じはしてるけど、そんなあの寒いとか暑いには変換されてない。こいつか。取れましたか。取れたか取れてないかどっちがいい？いや取れてる方がそりゃね、あの下見でもあのお蔵入りにならないでありがたいんですけど、オーブだけでも取れてたらだったらいいお土産がいっぱいできてる。ほんと助かるわ。なんか今度こっちにも見る。なんだろう、あのラスボスとまでやるけど中ボスぐらいはいいのじゃ。女の子のこっちの方。果たしてかっちゃんを見てるのか俺を見てるのか知らんけども、いや二人を見てる。お、ただ単に部外者っていうだけか。何もしねえんだよ、ただ月見に来ただけじゃん。そうね、もうこんなとこか。見えた？ごめん、何も見てなかった。なんで注目ついてよ。ほら消えた。本当に。いや下にでどっち行くの。こんなような感じ。どうだろうな。正直迷ってる。あの時間が許すんであれば、まあ朝鮮トンネルのがね遠いからそんな変わらんか。こっちも1時間ぐらい。だったら重要だな。一応なんていうの、よりで言えば64ぐらいで14の方があれ今日はそうだなっていう気分。